DeNA 三浦監督が指笛騒動に言及。三浦監督はベンチじゃ聞こえなかったので何かなと思ったと、初めは状況を把握できていなかったようだが、指笛がタイミング的になったので東には気になるところ。一球一球魂込めて投げてますから、ルールじゃないけどマナーの部分なので真剣勝負を楽しんでもらいたいと語った。ヒューヒューだよ。国母に対して、トランペットもやめよう。沖縄代表の指笛はどうなんだよ。人間的には三浦の方が大人だよね。それじゃまるで国母のマナーが悪いみたいじゃないですか。いか、今日は尻笛で対抗だ。マナー語るならまず飲酒禁止にしろよ。酔っ払いどもにマナーもクソもねえわ。バトルブロックしてたのにマナーってか。妨害を意図した行為と認定できるならルール違反なんじゃないの。ベンチでもわからなかったんだな、実況もレーザーポイントかって言われてたし、あの1回目のアナウンスじゃわかんねえわ。鳴り物もうるさいからやめて。国母含めソフトバンクに大爆笑された横浜。マナーが悪くなるとルールにしなきゃならんから面倒だな。バカ、対策のコスト手バカにならん。散々プロでやってる投手が違和感を感じてるんだからな。バックネット裏だし、それだけ異常なタイミングってこと。ご視聴ありがとうございました。